実際にお客様のワンちゃんを預かってペットショップとかで働いた時にの経験になるような実習ができると思います。この学校の魅力は、学校にもワンちゃんがいるんですけど、そのワンちゃんを実際にトリミングしたりすることで、職場で働いている時のような、実際に職場で働いているような時の経験ができるので、そこは魅力だと思っています。私も自宅で犬を飼ってるんですが、この学校でトリミングを学んで、もっと犬にしてあげられることが増えました。この業界に興味がある方は、ぜひ目指してほしいです。トリマーっていう仕事はやっぱり女性中心のイメージがとても強いんですけど、最近では男性の方もトリマーが増えてきて、さっきの繊細な男性だからこそできる職業でもあると思うので、とても魅力的な職業だと思うので、トリマーは。なのでぜひ男性の方にも目指していってほしいと思います。